っていう感じなんですけど、間っていうのをこうグループ分けしたときに、要はその、小集合みたいなのを考えたときに、そこになんか演算できるのかっていう、要はグループ同士で足し算やったり掛け算やったりっていうのができるのかっていうと、そのできない場合もあるっていう感じで、で、さっきまでやってた、その、3の倍数なのかっていうか、3で割ったときに、0余るグループと1余るグループと2余るグループっていう感じでグループ分けしたときは、その、グループ同士の演算っていうのが、まあ、うまくできたわけですよ。で、こんな感じで、その、間っていうの、間っていうのがあって、間っていうのがあって、これを、まあ、その、間 A っていうのがあって、で、これをまあグループ分けするというときに、その、倍数、3の倍数だったらこう3分割ですし、例えばその N の倍数、差が N の倍数になっているものを同一しますっていう場合は、こう N 分割っていう感じで、例えばまあ5の倍数だったら、割って、5で割って、余りが0のもの、1のもの、2のもの、3のもの、4のものっていう5つのグループに分かれるっていう感じで、N の倍数だったら、N で割って、0余るもの、1余るもの、2余るもの、N-1 余るものっていう感じで、全部で N 個のグループに分割できるんですけど、この場合はその、うまく、その、グループにこう分けたとしても、そのグループ間での足し算とか、足し算とか、掛け算っていうのはうまくできるんですけど、さっきみたいに10の位が、1とか10の位が2とかっていう感じでグループ分けしてもあんまり意味ないんですよ。で、この、なんかそのグループ、間 A っていうのをグループ分けして、で、いろんなグループ分けはできるんだけど、その時にその、あるグループ分けだったら、足し算掛け算っていうのが、このグループ同士での足し算掛け算みたいのができて、で、別の時はできないっていう、これ、どういう時できるのっていうと、まさにその、この間 A っていうのは、こう足したり、掛けたり、掛けたりできるわけで、なので、その、整数でいうところの、ある種の倍数みたいな概念が考えれるんですよ。要はその、間 A っていうのに対して、X っていう元がありますっていうときに、それをなんか、1倍、2倍、3倍とかってやってれば、これってその、あれなんですよ。倍数みたいなものが考えられるわけですよ。要はその、間っていうのは、その、氷からその、掛け算の単位元を持つわけですよ。で、それをまあ、1って書くわけですよね。要は、何かを A っていう、まあ、X っていう間の元に対して、何かをかけても X のままだよっていう、そういうのを1って書くわけですけど、そんな感じでその、1っていうのがあって、で、この1っていうのに対して1っていうのを足してやれば、2っていう感じで、まあその、整数じゃない間だとしても、その、1とか2とかっていうものは、まあ、およそあるわけですよ。まあ、その、ものにもよるんですけど、って感じで、その、そしたらそこになんか、2の元っていうのを取ってきて、それに対して、x とかっていうのがあって、で、それ、見栄えして 2x とかってやれば、倍数の概念考えることできるでしょっていう。で、じゃあその、まあ、例見てみると、例えば、1、2、3、4から整数への、関数を集めたものっていうのを考えてやると、こういうものを考えてやって、まあ、その間を例えば、k とするでしょ。そうするときに、ここで言う倍数って何なのかっていうと、例えば f っていう関数で何でもいいんですけど、1は0に、2は -1 に、3は3に、4は4にとかっていうのがあって、この f の倍数って何なのかっていうと、k の元を2に g っていうのを取ってきちゃったときに、この gf のことを、f の倍数と言います。
F の倍数と言いますっていうか、これが F の倍数になるんですよ。で、この、要は、F イコール、GF っていうのが、こう、F の倍数っていう感じ。なので、もちろんその、この F っていうのを単純に、例えば3倍したような 3F っていうようなもの、要は3倍するので、1は0に飛ばして2っていうのは、3倍するのでマイナス3。で、3っていうのは3倍するので9。4っていうのは12に飛ぶっていう。こういうのも F の倍数ですし、G っていうのが、この K っていうところに入ってれば何でもいいんだから、G として例えば、1は5に、2はマイナス3に、3は、マイナス4に、4は0にっていう、こういう関数があったときに、GF っていうのは、これかけるこれなんで、0かける5で、1っていうのは0に飛ばされます。2っていうのはマイナス1かけるマイナス3で3に。で、3っていうのは3かけるマイナス4でマイナス12に。で、4っていうのは4かける0で0に飛ばされるっていう。こういうのも F の倍数になるわけなんですよ。で、それって、もう全部、全部の写像含んじゃってるじゃんって思うかもしれませんけど、これよく見てもらうと、この0っていうのはこの0の何倍かになってますよね。当たり前ですけど。で、この3っていうのはマイナス1の何倍かになっているわけですよ。で、このマイナス12っていうのはこの3っていうののマイナス4倍ですよね。で、この0っていうのは4っていうの0倍。っていう感じで、この、こういう、F っていうような、F の倍数っていうような、関数っていうのは必ずその1は0の、M1 倍に飛ぶ。まあだから0ですよね。で、2っていうのは、マイナス1の M2 倍だからマイナス M2 に飛ぶ。3っていうのは3の M3 倍。で、4っていうのは4の M4 倍に飛ぶっていう、こういう写像の形に、関数の形になっているわけなんですよ。なので、例えば、H っていう、1は、3に、2は、5に、3は、7に、4は、8にっていう、こういう写像っていうのは、そもそもこの形が反してますよね。ここ0じゃないし、これはかろうじて、こうなってるかもしれないけど、これは3の倍数じゃないし、っていう感じで、この H っていうのは、こういうなんかその GF っていう F の倍数としてあるべき姿になっていないわけですよ。っていう感じで、こういう関数の集合っていうのを考えてやった時の倍数っていうのは、こうなっているわけです。要はその、F っていう、ものがあって、で、要はその整数の倍数、5の倍数とかっていうのも、なんか整数 n っていうのがあって、5n っていうのが5の倍数でしょ ?z ね。要は5っていうものに対して、整数全体の大元の間全体を、間の元をかけてやると。っていうのと一緒で、これもその F っていうものに対して、大元の間の弦 G っていうのをかけたもの全体っていうのを考えてやると。で別にこれはその、整数全体かけたからといって、7とか9とかっていうのはこのグループに入らんわけですよ。っていう感じで、これもその、これの倍数っていう感じで、F のこの G 倍っていう時に、この G っていうのがその右の写像をかけてるから、この GF の集まりって結局その全部の写像になっちゃうんじゃないのって言っても、結局その写像の形がこういう形になってるものしか許容しないんで、こういうような写像っていうのも、この H っていうのも K に入ってるけど、ただこの F の倍数には入らんっていう、そういう感じです。はい。
って感じで、その、こういう間っていうのがあったときには、そこで足し算と掛け算を考えれるんで、その間っていう中で、それがたとえ整数じゃなくても、倍数もどきっていうのが考えれるわけなんですよ。ようやく話戻ってきましたけど、要は、っていう感じで、間っていうのをこうグループ分けして、で、特に一つのこのグループを i ってしたときに、この i が、その、イデアルって呼ばれるものを考えたいわけですよ。で、この、グループ分けをこう、i っていうイデアルっていうグループと、それに付随してできるグループっていう感じで、そううまいことグループ分けしてやると、このグループ同士の足し算だったり掛け算だったりができるっていう、要は小空間、小集合っていうのを考えてやって、それに対して足し算と掛け算っていうのが、決めてやることできるよねっていう感じで、で、それは小集合の小集合にっていうのがあって、その小集合っていうのも、足し算できたり掛け算できたりするから、そういうのは小間って言ったりするんですけど、そういうものを考えることできるよねっていう。で、このイデアルっていうのは何かっていうと、今一生懸命言ってきた、あれで、その倍数の集合です。倍数の集合。だから、例えば Z っていう A っていう間があって、それが、じゃあ整数のものを考えてますっていうときは、例えば、3の倍数っていうのを考えてきましたけど、3の倍数っていうのは、3、6、9とかっていうのがあって、で、0とかも3の倍数で、マイナス3とかも3の倍数で、っていう感じで、こういうものがあるわけですけど、こういう集合を、i って名付けたときに、ここでどういう性質を持つのかっていうと、まずこの3の倍数の数を適当に、ね、取ってきて、要はこのグループですよね、グループ。要は Z っていうのがあって、で、それを、今3の倍数のものを i ってしたわけですよ。で、このグループのメンバーっていうのは、お互い足しても、このグループのメンバー内に収まるわけですよ。要は3の倍数足す3の倍数は3の倍数なわけですよ。なので、この i っていうところから x っていうのと y っていうのを、取ってきたとします。そうすると、x 足す y っていうのを考えると、x っていうのは3の倍数で、y っていうのも3の倍数だから、x 足す y っていうのも3の倍数だから、x 足す y っていうのも、i っていうグループに入るよねっていう。例えば、6っていうのとマイナス3っていうのを取ってきましたっていう時に、その両者を足すと、3になるわけですよ。でもそれはその3っていうのは3の倍数だからグループに入ってるよねっていう。で、9っていうのと12っていうのを取ってきてやると、その両者を足せば21になります。で、21っていうのは3の倍数ですっていう感じで、なってるわけですよ。で、この倍数っていうのを持つ性質を今考えてるわけですね。で、もう一つはその、x っていうのが、i っていうグループに入ってます。で、a っていうのは、この i っていう3の倍数っていうグループじゃなくて、 a っていう、この場合整数ですけどに、入ってるという時に、ax っていうのも、i に入ってますよっていう性質を、持ってるわけですよ。要はその、この ax なんですけど、 x っていうのは i に入ってるわけですよ。ということは、 x っていうのは3の倍数で、で、a っていうのは、これ書き間違えてるわ。a。で、a っていうのは、これ整数に入ってるよっていうことなんで、で、その i っていうグループに入ってるとは限らないんで、a っていうのがたまたま6みたいな感じで3の倍数でもいいんですけど、でもこれは a に入ってるよって言ってるだけなんで、7とかマイナス7とか、10とか、そういう3の倍数じゃない、普通の整数、一般の整数でもいいわけですよ。一般のっておかしいな。普通の整数でいいわけですよ。で、その3の倍数っていうものに対して、どんな整数かけてもやっぱ3の倍数になるわけですよ。っていうことは、この ax っていうのは、やっぱ i っていうところに入るよねっていう感じになるわけですよ。
例えば A っていうのが、8だとします。で X っていうのが、9だとしますっていう時に AX っていうのは 8×9 っていうことですけど、それって72で、3の倍数なわけですよ。っていう感じで、じゃあその Z っていうものに限らずに、要は整数っていうのに限らずに、一般の間 A っていうのを考えて、間 A っていう、まあ可間間ですけどね。はい。間 A っていうのを考えて、で、I っていうのは、A っていうのの部分集合です。要は、こうグループってことです、ね。A っていうのをグループ分けして、そのうちの一つのグループをこう、I ってしますっていう。で、その i っていうのが、この丸1と丸2っていう条件を満たせば、この i っていうのをイデアルと言いますっていう。要は、間っていうのは、その整数っていうものを一般化したものだったらば、この i っていうイデアルっていうのは、倍数っていうものを一般化したものっていうことです。で、こういうものを考えてやったときに、その、例えば、また整数の場合で考えますけど、じゃあこれをなんか、8の倍数っていうところで分けましょうっていうときに、まずその、あ、その前にちょっと待って、この二つの条件から、単位元、加法の単位元である0っていうのが、i に含まれますよっていうのが導けるんですよ。っていうのは、さっきどっかで言いましたけど、マイナス1っていうのは、どんな間でもこう持ってるわけですよ。要は、1っていう、情報の単位元は、単位元を持ってるわけですよ。a っていうのは。で、その1っていうものに対して、その加法の逆元であるマイナス1っていうのも、間は持っているわけですよ。それは間の、その、公理からそう言えるわけですけど、っていう感じで、マイナス1っていうのは、A の元に入ってるんで、丸2っていうのを使ってやることによって、もしも X っていうのが、I っていうグループに入ってますっていうとき、A が、A が A に入ってればっていうことなんだけど、特にこの、マイナス1が A ならば、マイナス 1×X っていうことで、これ、単にマイナス X でしょ。で、これは I ですよっていうのが言えるわけですよ。要はその、例えば、7っていう整数が、こう、I っていうグループに入ってれば、マイナス7っていう整数も I っていうグループに入ってますよっていう感じで、まあそれはその倍数っていうのを一般化した概念なんで、おおよそまあそうなんだろうなっていうのは予想つくわけですよ。まあそういう意味でまあ0っていうのは2の数の倍数であるんで、まあ0が i に入ってるっていうのはまあそういう意味でわかるんですけど。で、ここでは今2番っていう、丸2番っていうのを使ってやったんですけど、ここでその x が i に入っていて、で、さらにマイナス x っていうのも i に入ってるんで、ここで丸1を使ってやると、x たすマイナス x っていうのは、これは i に入ってるわけですよ。でもこの x たすマイナス x っていうのは0のことなんで、なんでそういう意味でその0は i に入ってるよっていうことが言えるわけですね。で、この整数っていうので例で考えてみますっていう話に戻るけど、そしたらその、この整数をじゃあ、8の倍数っていうか、8で割った時の余りがどうのこうのっていうので分けましょうっていう時に、このペンタブがたまに動かなくなるのは何なの？4で、ちょっと細く分けるか。こんな感じで、8で割った時の余りが0のグループと1のグループと2のグループと3のグループとって感じでこう分けることができるわけですよ。で、ここでその、
こうグループ分けしたときに、これってそのイデアルって呼ばれるものがありますかっていうと、あるわけですよ。で、何かっていうと、イデアル、愛っていうイデアルがあったとしたら、それはゼロっていうのを含んでますよっていうことなので、まあこれが愛だろうっていうことですよね。要はこのゼロもどきっていう、このゼロっていうグループっていうのは、8で割った時の余りが0ですっていうグループなんで、そしたら、ここに入ってる弦っていうのは、例えば0とか8とか16とか24とかっていうことなわけですよ。あるいはマイナス8とかマイナス16とかっていうのが、このグループに入ってるわけですよ。っていう感じで0を含んでるんで、これは i だろうという。で、これはその倍数の集合になってるんで、まあ、丸1と丸2っていうイデアルの条件っていうか、を考慮っていうか、を満たすわけですよ。で、これはまあこういうふうに愛っていうふうに書いてあるんですけど、ここの弦ってどう書けんのっていうと、ここの弦ってどうなってんのっていうことなんですけど、まず、ここの弦っていうのは、8で割った時の余りが1ですよっていうグループになってるわけですよ。っていう感じで、こうやって1だったり9だったり17だったり25だったりっていうものなんですよ。で、ここだと、どうなるんだっけ、これ。マイナス7かな。で、マイナス15みたいな感じ。で、これって、こっちの0っていうグループがあったとしたら、その0っていうグループに1足したものでしょ、これって。例えば25っていうのは24に1足したもので、17っていうのはこう16に1足したもので、9っていうのは8に1足したものでっていう感じになっているわけですよ。って感じなんで、まあ、記号の乱用といえばそれまでなんですけど、こういうグループは i っていう記号を使っていると、i 足す1っていうふうに書くことができるんですよ。って感じで、i 足す a っていうものを考えることができるわけですよ。a っていうのが間で、で、i っていうのはイデアルですっていうときに、i 足す a っていうのは、何かっていうと、x 足す a っていうのの集合で、x っていうのは i に入ってますよっていう。この場合は、この場合だと、どういうことっていうと、この i っていうのは8の倍数の集合なわけですよ。で、例えば、i 足す5っていうのは何かっていうと、x 足す5っていうのの集合で、x っていうのは8の倍数なわけですよ。って感じなんで、この集合って、8の倍数のものに、5を足したものの集まりっていう感じで、例えば、0っていうのは8の倍数なんで0足す5とか、8っていうのも8の倍数なんで8足す5とか、そんな感じで、5とか13とか21とかっていうのが、この i 足す5っていうグループなわけですよ。って感じでこれが i 足す5だなっていうふうにわかるわけですよ。で、別にその、i 足す103みたいなものも考えることができるんですよ。ちょっと803にしていいかな。説明の都合上っていうか、まあ、103でもいいんだけど、i 足す803っていうのがあったら、これって x 足す a っていうので、x は8の倍数ですっていう、こういう集合なんですけど、なので、例えば、x として0だったらば、間違えた。A じゃないや、ここ。803だ。こういう集合なわけですよ。なので、例えば、X が0っていうのは、これを満たす、X の条件を満たすわけですけど、その場合は、0足す803なので、803っていう感じで、803っていうのは、例えば、I 足す803っていうのに入ってますよ。で、x っていうのは8っていう可能性もあるんで、そしたら8たす803っていう感じで811とか819とかっていうのが
こう I っていうのに入ってる、 I たす803っていうグループに入ってるっていうことなんですけど、これって例えば3とかっていうのもこの中に入ってるわけですよ。で、11とか19とかっていうのもこう入ってるわけですよ。なんでっていうと、x としてマイナス800っていうのを考えてやると、マイナス800っていうのは 8の倍数なんで、x がマイナス800っていうのはあり得るんですけど、マイナス800たす803っていうのは3なわけですよ。っていう感じで、こう、3っていうのもこのグループに入ってると。で、まあそんな感じでやってれば、こういうものだとわかるんですけど、これって結局、i たす3っていうのを考えてやると、i たす3っていうのは、x たす3っていうので、x は8の倍数っていう、こういう集合ができるわけですけど、これってその、x として0を考えてやると、0たす3で、3っていうのは、i たす3に入ってるし、x が1だとすれば、x が8だとすれば、8たす3で11、で、x が16だとすれば、16たす3で19みたいな感じで、で、例えば x として800っていうのを取ってやれば、これ803っていうのも、800たす3だからね、とか、こんな感じで、実はその、i たす803っていうグループと、i たす3っていうグループは、見た目ちょっと違うけど、同じ、グループ、同じ、全く同じグループなんですよ。要はこれって、その、x たす803っていうのは、x たす800たす3っていう感じで、で、x は8の倍数っていうことなんだけど、この x たす800っていうのを改めて y って置いてやれば、こうやって y たす3で y、これを y って置くと、こうなるわけですけど、そしたらその y っていうのも8の倍数ですよ。だって y っていうのは x たす800で、x は8の倍数なんだから、8の倍数であるものに800っていう8の倍数を足したもの、つまり y っていうのは8の倍数っていう感じでこう書けるんですけど、これってこの y っていうのをまた x って書き直せば、これと全く一緒なわけですよ。っていう感じで、2のその整数、整数です。で、その整数をこう、なんか n っていうもので、まあ、この場合8っていうので割って、その余りでこうグループ分けしますっていう時に、その2の整数に対して i たすなんとかっていう、i たす1030とか、i マイナス5368とかっていう感じでグループができるんですけど、ただこうやって実質その、同じグループに、両者が見た目がちょっと名前が違うだけで、i たす803と i たす3みたいな感じで、実はその2つのグループは同じですよっていうことがあるんで、結果その、i たす n っていうような整数ごとにこうグループを作れるんですけど、そのうちほとんどがまあ一緒なんで、こんな感じでまあ8個のグループに分けることできるよっていう話なんですよ。はい、長いですね、ここまで話が。ちょっと今、イデアルの話した方がいいのか、しない方がいいのか迷っていたんですが、急遽やっぱ入れてます。はい。なんで、動画が膨大なことになってるとは思うんですけど、はい。って感じで、その、一般の間 A っていうのを考えてやっても、間 A っていうのに対して、こう、こういうのを考えます。で、その、i っていう、イデアルっていうものを考えてやりますと。
で、i っていうのはこう a の部分集合なんだから、こういう感じでどっか i っていうのを取ってやることができるんですけど、この i っていうのはそのある種のこの間 a っていう中でのある種の倍数っていうのがこうできているわけですよ。で、間っていうのは足し算とかができるので、この i っていうグループに属している、例えば a っていうのがこういますとか、 b っていうやつがいますとか、あとは0っていうやつもいるけどっていう感じでいると、こっちの i っていうグループの隣に a 足す1だとか b 足す1だとか、0足す1つまり1だとか、こういうメンバーをこうこっちの i っていうグループに対して1足したものを集めてきて、こう i 足す1っていうグループ作ってやると、これもグループになるわけですよ。っていう感じで、A っていう集合をこう分割するわけですよ。分割してこう i とか i 足す1とか、こう書けばいいのかな。A っていうのは i とか i 足す1とか、この i っていうのはまあ i 足す0っていうのの略なんですけど、まあそれはいいか。っていう感じで i 足す2とか、こんな感じでこう分割できるわけですよね。で、まあこれは加算的な書き方でできるのかは分からんけど、まあなんでもうちょっと正確に言うとこんな感じ。ただし、ほとんどの、ものが、まあ、同じになりますわな、っていう、要は、なんて言えばいいのかな。はい。とりあえず、こんな感じで、グループ分けできるわけですよ。なんて言えばいいのか。例えば、じゃあ、東京大学がありますって言って、東京大学を、まあちょっと留年とか考えるとめんどくさいんですけど、留年とかはじゃあないとして、1年生、2年生、3年生、4年生に、こう、東京大学の学生を、こう、1年生、2年生、3年生、4年生っていう感じで、学年でグループ分けしますっていうのを考えます。で、その時に、これが表しているのは、例えば、なんだろうね、山田太郎っていうのがいて、山田太郎っていうのが東京大学のこう1年のグループにいますっていう時に、そのどうやればいいのかな、こう A っていうのがこう東京大学の学生、東京大学の学生っていうふうに考えるでしょ。で、この1年生と2年生と3年生っていう感じでこうグループ分けするわけですよ。で、これは例えば山田太郎っていう人がこう山田太郎で YT って書きますけどっていう人がいますっていう。そしたらこれってその i 足す1だと i 足す2と i 足す3と i 足す4みたいな感じでこう学年ごとにこうグループ分かれてるみたいな感じなんですけど、これって要はその i 足す山田太郎とか i 足す鈴木なんとかとか鈴木太郎とかいろいろあるわけですよ。i 足す鈴木太郎とか、鈴木太郎でしょ。で、浜田正俊とか、松本人志とか、いろいろあるわけですよ、こう。なんでだんだん出てくんねんっていう話だけど、はい。っていう感じで、こう、グループ分けができますよねっていう時に、この i 足す山田太郎とか、i 足す鈴木太郎っていう感じで、この東京大学の学生ごとに、こう、グループっていうのを作れるんだけど、ただ、
このグループとこのグループは実質同じですよっていくとね。だから、アイタス、ハマちゃんとか、アイタスマッちゃんっていうのは、これ、2つのグループに見えるけど、実はこの、全く同じグループですよっていう感じで、まあ、こんな書き方してるけど、まあ、実質的にはその、もっとその少ない感じで分割できるんですけど、要はその、この同じグループに入ってるものは、その、同じグループなわけですよ。例えば、アイタス A っていうのと、アイタス B っていうのは、この、同じことなわけですよ。アイタス0とかも。はい。まあいいや。っていう感じで、その、この、I っていうイデアルっていう、こう、A の部分集合みたいなのを考えて、それに対して、その、この、間の弦を足す。I っていうこの、部分集合に対して、その集合に対して A を足すっていうのをこうやっていることによってこう、まあ、そのうち A 全体を覆い尽くすことができるわけですよ。そんな感じで。っていう感じで、このグループ間にこういう感じで自然にその、なんていうのかな、グループ同士をこう、なんて言えばいいのかな。こうやってグループ同士をその、そもそもこの A っていうところに入ってる足し算っていうのをこう、うまく使ってやって、こう、グループ分けしたわけですよ。この I っていうのはそもそもイデアルっていうもので、倍数的な概念が入ってるでしょ。で、そこではその、掛け算的な概念が入ってるわけですけど、まあ、当然その、こういう条件あるんで、足し算的な条件も入ってるけど、この掛け算的な条件も入っていると。で、この倍数的なグループを1個作ってやるだけに、で、1個こういう倍数的な、概念が入ったグループを作ってやるだけで、部分集合を取ってきてやるだけで、それに対して、この A っていうところに入ってる足し算使って、それに対して1足したものとか、2足したものとかっていうのをこうやってやると、こう、間っていうのがこうグループ分けしてこう埋まるわけですよ。要はこの間っていうのに属してるメンバーは必ずそのアイタスなんとかっていうどれかのメンバーじゃないどれかのグループに必ず所属するわけですよ。省かれてるとかそういうことはないし、でこの A さんとかっていうのがいたとして、この A さんが I っていうグループにいたり、アイタス4っていうグループにいたりっていう、そういうなんか二股みたいなこともないっていうことです。っていうのをやってやると、きれいにその i っていう倍数的なものと、その倍数に対して、こう、1足したものとか2足したものっていう感じで、きれいにその倍数とそのズレっていう感じで、グループをこう、分けることができるわけですよ。って感じで、こういう感じでやってやれば、その、i 足す a っていうグループと、i 足す b っていうグループがあったときに、これってその、足してやるっていうことを考えることができるんですよ。で、このメンバーっていうのは何かっていうと、X とか Y っていうのが I に入ってますっていう、そういうことだとすると、I 足す A っていうのは、この集合の名付け方っていうか、グループ名の由来からして、X 足す A っていう風な格好をしてるわけですよ。このグループに入ってるメンバーっていうのは。例えば、こんな感じで、I 足す1っていうグループに入ってるものは、その A とか B とか0とかっていうような、この、ある種の倍数的なところに入ってるグループで、それに対して1足したものってなってるわけですよ。もっと整数の場合で見れば、この、例えばこういうのはさっき見たように、3とか11とか19とかっていうのがあるわけですけど、これってその、i っていうその8の倍数っていうのが入ってる、その8の倍数っていうメンバーにこう0とか8とか16とか24とかっていうこういう顔ぶれがあるわけですけど、ここのメンバーっていうのはこの顔ぶれたちに3を足したものっていうことですよ。8に3を足した11とかっていう感じなので、そのじゃあこの i たす a っていうグループに入ってるやつはっていうと、この x っていうようなこの i っていうグループに入ってるものに a を足したものっていう、そういう格好をしてるわけですよ。
って感じで i たす b っていうのも同じ感じで y たす b って書けるわけですよ。なので、このメンバーとこのグループのメンバーとこのグループのメンバーを足すっていうのを考えると、こういうふうにできるわけですけど、これってその x たす y たす a たす b になって、この x たす y っていうのは、i っていうのはイデアルなんだから、これは i に属するわけですよ。なので、これってその i たす a たす b っていう形に書けますよねっていう。で、a たす b っていうのは、これ、a も b もその、a っていう大元の間の弦で、で、2つの間の弦をこう2つ持ってきたら、それも間の弦になるわけだから、こうなるわけですよ。で、今度その i たす a っていうのに対して、i たす b っていうのに対して、こう、掛け算っていうのをやってると、このメンバーっていうのは x たす a っていう格好をしていて、このメンバーっていうのは x じゃないや、y たす b っていう格好をしてるんで、これを普通の意味での展開してやると、xy たす、bx たす、ay たす ab ってなるんですけど、まず xy っていうのは、こう、xy って、はい、xy っていうのは、y っていうのは、これ、i の弦なわけですよ。まあ、x もそうだけど。で、x は i に入ってるって言ってもいいんだけど、まあ、a に入ってるって言ってもいいでしょ。っていう感じで、丸2番、i っていう、イデアルの条件の丸2番より、a の弦と i の弦をこうかけると、また a の弦に属しますよっていう感じなんで、a の弦と i の弦をこうかけると、また i に属しますよっていうことなんで、この xy っていうのは i に属するわけですよ。で、同じ理由で、これは x っていうのは i のメンバーで、y っていうのも x っていうのは i のメンバーで、y っていうのも i のメンバーなんですけど、で、この b とか a とかっていうのは、それぞれ a のメンバーなわけですけど、っていう感じで、この a の弦と i の弦をかけると、また a の弦に属しますよっていう感じなんで、この xy たす bx たす ay っていうのは、結局その、イデアルって呼ばれるもののメンバーをこう全部足してるだけなんで、結局これも総じて i のメンバーだよって言えるわけですよ。なので、この i のメンバーに対して ab を足したものってなるわけですよ。なので、これって i たす ab っていう風に書けると。ってやってやれば、その、こう、イデアルって呼ばれる a っていう間があって、そこに対してイデアルって呼ばれるそのある種の倍数みたいな概念考えてやって、そういうイデアルって呼ばれる、部分集合、グループを一つ作ってやると、そこからその、なんかその、A っていう弦を足して、i たす A とか、i たす B とか、i たす1とか、i たす2とか、そういう風なグループどんどん作っていって、そのグループ間で足し算と掛け算っていうのをこう、うまく決めてやることができたんで、要はこれって何をやってるのかっていうと、こういうは i っていうまあイデアルがあって、で、その、この各弦に対して、こう a を足したものっていう、こういうグループと b を足、これに対して b を足したものっていうこういうグループと、c を足したものっていうこういうグループがあったとして、で、その、大元の間 a っていうのが、こう、あれ大元の間 a っていうのがこうなってるわけですけど、そこでその a たす b っていうのが c になってるっていう場合に、要はこれ、i たす a っていうのを足す、i たす b をやると、a たす b イコール c っていうことだとすると、これが i たす c になるよっていう、これとこれ足すとこれになるよっていう、要はこの、ここのメンバー、のものと、ここのメンバーのものを、こう、どのメンバーを足しても、ここのメンバーのどのメンバーと、ここのメンバーのどのメンバーを足しても、それでその結果はこのメンバーの中に入るよっていう感じで、その整合性があるんで、まあ、ウェルディファインドみたいになってるんで、だからその、このグループと、このグループ足すと、もうこのグループになるよっていう感じで、その、数と数を足して数になるんじゃなくて、こう、グループとグループ足してグループになるみたいな、そういうことが言えるよっていう、はい。
話です。で、それってその掛け算の場合もまあ一緒っていうことです。はい。要はこの、このメンバーとこのメンバーを足したときに、このメンバーがどういうメンバーであろうと、そのメンバーとメンバー足した結果は、このグループの中に収まってくれますよっていうことが保証されているわけですよ。逆にその、整数をさっき10の位が6ですとかっていう感じで、10の位が丸々ですっていうので分けた場合は、こうはならんかったわけですよ。要はその、あるメンバー同士で足したら、10の位が1になるんだけど、あるメンバー同士で、別のメンバー同士で足したら、10の位が2になっちゃいますみたいなことが発生するから、別のグループに飛んで、この1つのグループには収まってくんないわけですよ、こう足した結果っていうのは。メンバー特化にすると、その、グループ同士の、その、なんていうか、演算が、円滑にできないというか、要はその、例えば10の位が1、っていうものと10の位が0っていうものをこう考えてやったときに、このメンバーで、ここ1でいいか。このメンバーで、例えばその、5足す、13とかっていうのをやってると、この5足す13の結果は18なので、18っていうのは1の位なんで、ここに収まってくれますよっていうことなんですけど、ここで例えばその18と8みたいなのをやってると、8足す18っていうのをやると、26に行ってこっちに行っちゃうわけですよ。でもそのグループ同士の演算が円滑に行くんだったら、5足す13、ここのメンバーとここのメンバーを足してまたここのメンバーに来るんだったら、このメンバーとこのメンバー足してもやっぱここのメンバーに来てほしいんですけど、今度はこことここを足したりするとこっちに行くっていう感じで、そのまとまりがないわけですよ。グループ内でのその足し算とか掛け算まで考えると、このグループは実はそのあんままとまりないよねっていうことがわかるわけですよ。で、こういう愛っていうようなその倍数みたいな概念で考えてやると、そうやってまとまりあるっていうことがこう示されてるわけですよ。そもそもその、まず愛っていうグループ作って、それに対してその、それぞれのこの愛っていうグループのメンバーに、なんか A っていうものを足して、愛足す A っていう別のグループ作りましょうっていうグループの作り方からして、もうその、グループ間にその、ある種、足し算とかっていうのが自然に入ってるわけですよ。で、愛っていうのがもう掛け算の構造も入ってるので、そういうのも相まって、で、その、A っていう大元のものがその間っていう感じで足し算と掛け算がうまくできるんで、このグループ同士の掛け算っていうのもうまくできてっていう、そういう話です。で、これ実際その10の位が0ですとか、10の位が1ですとか、10の位が7ですっていうような整数の分け方って倍数の概念になっていないんですよ。要は、例えばこの、10の位が0ですっていうのの例として、0とか1とか2とか3とか4とか5とか6とか7とか8とか9とかっていうのがあるわけですけど、3足す6っていうのをやると9になるっていう感じで、ここのメンバーとここのメンバー足すとここのメンバーに入ってるっていうのは言えそうなんですけど、でも9足す8っていうのをやると、この同じ、これを例えば i だとすると、この i っていう同じメンバー内で9足す8っていうのをやって、そしたら17っていうのになって、この i っていうところ出ちゃうわけですよ。っていう感じで、これってその、i っていうイデアルの条件の丸1をすでに満たしていないわけですよ。で、さらに、この1っていうのを例えば7倍しますっていうんだったら、1に対して7っていう感じで同じグループ内に収まるんですけど、1を、30倍しますとかだったら、こう、1っていうのが30っていうところに飛んで、すでに、その、何倍しますっていうのをやっても、やっぱこのグループ内には収まらないっていう意味で、結局その、イデアルっていう氷の丸2番も満たさないわけですよ。っていう感じで、その、なんか間 A っていうのがあったときに、それをその、まずその、0っていうのを見つけてって、0を含む倍数みたいなものを全部集めてきて、まあ要は正確な言葉で言うと、イデアルっていうものを
こう集めてやって、こう i ってして、でそれに対して i たす1とか i たす2とか、一般には i たす a っていうようなこうグループをバンバン作って、こう a っていうものをこうグループごとに分けるっていうのをやってると、このグループ間でその自然に足し算と掛け算っていうのができるよっていう。でこういうふうになっていないものがそのうまくこう演算ができんっていうことなんで、単にその例えば整数なら整数で分グループ分けできるよっていうのは言えるんだけど、それをなんだ、グループごとに、演算足し算とか掛け算っていうのはできませんっていう話で、こういうイデアルをもとにこう作ったものができますっていう。でこれでその、i とか i たす1とかっていう感じでこう新たにその集合を作ってやると、これを例えば b って名付けてやった時に、この b っていうのに、要はこの b のメンバーっていうのはこのグループなわけですよ。でそのグループ間の演算が、円滑にできて、その足し算と掛け算が円滑にできるんだから、これはまあ、全部は正確にはチェックしてないけど、まあこれって間になってるわけですよ。でこの b っていうのはそもそもその a っていうものに対して、この実はこれってその同値関係が入ってるんですよ。って感じで、まあこう書けるんですけど、まあここまでは今日立ち入らないかな。っていう感じで、これはまあ A の召喚ということなんですけど、こういう感じで、なんかいつの間にか A っていう感があったら、それの召喚っていうものを考えてやれば、要はその小集合を考えるんだけど、ただ小集合を考えるだけじゃあんま意味なくて、こうイデアルっていう感じで、その倍数とかそういうような、まあ、足し算と掛け算の構造が入った、部分集合 i、まあ、イデアルっていうのをこう考えてやって、それに基づいてグループ分けして小集合を作ってやることによって、その小集合 b っていうのがこう間になりますよっていう話。ちょっとむずいね。はい、むずいっす。むずいと思います。はい。まあ線形代数のシリーズだからね、これ一応。この辺のちゃんとした議論は、まあ、また別の代数っていうところでするんで、はい。なんでまあ、線形代数を目的に聞いてる人が、見てる人がいるんだったら、まあ、そんな気にしなくてもいいかもしれないですけど、まあでも線形代数でもその、小ベクトル空間っていうのはやっぱ出てきて、まあ似たようなことは考えるんで、はい。まあ今もう軽く言っちゃったんで言いますけど、このグループ分けって、まあ、同値関係を入れてるっていうことになってるんですよね。要はその、X と Y っていうのをこう、あ、A、B しようかな。A、B っていうのが、A っていう大元の弦だとして、で、A と B が同値関係の関係にあるっていうのは、A と B が同じグループ、i たすなんとかっていう同じグループに入ってるっていうことなんですけど、それってどういうことなのかっていうと、例えば、これが A で、これが B ってしたときに、で、これがまあ、i たすなんとかっていうグループだとしましょう。っていうときに、このグループの作り方からして、例えばここに、記号を何にしようかな。X と Y っていうのがあったとして、これがまあイデアルっていうところに入ってますというときに、この A っていうのは、この A っていうのは X にこの黒丸っていうのを足したものでしょ。
で、B っていうのは、X 足す、黒丸っていうのを出したものなんですよ。グループ名からしてね。グループ名っていうか、グループの作り方からして。っていう感じで、A は X 足す黒丸で、B っていうのは、B っていうのは Y 足す黒丸ってなってるわけですよ。なので、仮にその、A-B っていうのを考えてやると、A-B っていうのを考えてやると、これって X 足す黒丸引く、Y 足す黒丸っていうことになって、で、それってその X 引く Y ってなるわけですよ。黒丸と黒丸がキャンセルされて。で、X 引く Y っていうことなんですけど、この X 引く Y っていうのは X 足すマイナス Y っていうことでしょ。で、X っていうのは I のメンバーで、Y が I のメンバーならば、それマイナス1倍したものも I のメンバーなので、で、I のメンバーと I のメンバー足してるんで、この X 引く Y っていうのは、こう、I のメンバーに所属するわけですよ。っていう感じで、A と B の差である A 引く B っていうのは、I のメンバーに所属しますよっていう。こういうふうな動詞、関係を入れてやって、それでその A っていうのをこうグループ分けしてるっていうことになるんですよ。要は、特に A が Z っていう整数の集合で、I っていうのが3の倍数の集合だとしますって考えたときに、これでちょっとあれって思い出しますよね。A と B っていうのが同値関係にあるっていうのは、A-B っていうのが、こう、3の倍数のグループっていうことなんですけど、要はこれって A-B が3の倍数ってことでしょ。なので、まさにさっきやったあれっていうのは、こういう、倍数っていうイデアル I っていうものを考えて、で、それをもとにその、召喚っていうのを考えていたっていう話です。なので、この話がすごいのは、最初その K っていう、鉛筆消しゴム定規っていう集合を考えていたんですよ。で、ここにまあ足し算と掛け算っていうのをまあうまく入れてやって、これをまあ間、まあ可間間とみなすことができたわけですよ。で、K' として、0もどきっていうのと、1もどきっていうのと、2もどきっていうのがあって、それに対してまあ、これをまあうまいこと足し算と掛け算っていうのを導入してやって、こうやってそのラベリングの仕方を鉛筆っていうのを0っていうラベルで、消しゴムを1っていうラベルで、定規をこう2っていうラベルで、こうラベルを貼り替えただけですよっていう感じで、この K と K' っていうのは同じだったんですよ。ただこっちの方が考えやすいよねっていう。で、K'' っていうのは、その Z っていうものを、3の倍数、これをまあ、この3っていうのは、その3の倍数の集合っていうことで、イデアルの書き方なんですよね、実は。っていう感じで、これがまあ今考えた召喚ってやつなんですけど、っていう感じで、その、こういうなんか得体の知れないものを考えていると、まずこういうものにたどり着きましたっていうのと、Z っていう、まあ、整数っていう、我々がまあ、非常に、まあ中学校ぐらいの時からは、少なくとも中学校ぐらいの時からは、慣れ親しんでるような整数っていうのがあって、それに対してその召喚っていうものを考えてやると、その召喚っていうのは、結局これと、まあ同じっていうか、まあ、構造としては同じものだったわけですよ。っていう感じで、なんかこういう意味不明なものを考えていたんですけど、最初は。これって、実はその、我々が慣れ親しんでる整数、からちょっと工夫して作られた感なんだっていう、はい、そういう話ですよ。はい。あー、長い旅だったね、イデアルだけで。すいませんね。いや、ほんとね、今、位相1とかね、すごい再生されてるっつっても、まあ、合計で10時間ぐらいなんだけど、でもすごいよね。やっぱ30分でもさ、見てくれるって、やばいよね。
はい。なんで、その、同型っていうのはすごいでしょ。要は見た目全く違うんだけど、構造として、要はこの場合は間っていうのを考えてるんで、足し算とか掛け算っていうのを考えてやったときに、全く同じ性質っていうか、ラベル貼り替えただけだよねっていうのになるんだけど、こういうなんか得体の知れないものを考えていたんだけど、これってよくよく考えると、よくよく考えるとっていうか、こういうのをいろいろ考えっていうのを試行錯誤していくと、こういう整数っていうのに対して、その、倍数ごとにグループ分けしましたよっていうような、直感からは程遠いけど、そういう感じで、まだまだ、まだ一番理解しやすいかもしれないっていうような感じで、整数にちょっと工夫凝らしたものっていうのと、こう同型っていう感じで、こんな感じで、なんか別の、アプローチからこう3つのものが考えられたんだけど、全部一緒っていう、はい、そういう不思議な話です。はい。一応、コメントとかしてみてください。はい。で、はい。